誰も知らねえだろうな。昔ここにカッパ沼って沼があったことがあって、たまに水死者も出てね。カッパのせいだってよく言われたよ。尻子玉を抜かれたな。カッパにちょっかい出すからだ。俺が取り返してやる。キュウリはあるか？うん、持ってるよ。よし、これでカッパを呼び寄せるぞ。どうすればいい？キュウリを食い始めるので隠れてます。キュウリ食ってる時が狙い目だぞ。焦んなよ。霊視してあいつの動きを探るんだ。キュウリを食べた。ああ、静かに近づくんだ。ほら、お前の尻子玉だ。もう動けるだろ。本当だ。もう妖怪にいたずらしちゃダメだよ。優しいじゃん。あ？気のせいだよ。やっぱりカッパが住んでいたのか。なるほどな。悪さをする前にカッパを捕まえてくれて助かった。Thank you.